泉式部日記冒頭、亡き恋人の弟から届いた花立ち花。泉式部。夢よりも儚き世の中を嘆きつつ、明かし暮らすほどに儚くて、うずき十余日にもなりぬれば、この下暗がりもてゆく、橋の方を眺むれば、ついじの上の草の青やかなるも、人はことに目とどめぬを、哀れと眺むるほどに、近き水害のもとに、人の気配のすれば、誰にかと思うほどに、差し入れたるを見れば、小宮にさぶらいし、こどねりわらわなりけり。哀れに物を思うほどに来たれば、などか久しゅう見えざりつる、遠ざかる昔の名残にはと思うを、など言わすれば、そのこととさぶらわでは、なれなれしきようにやとつつましゅうさぶろううちに、日頃山寺にまかりありきはべるになん、いと頼りなくつれづれにはべりしかば、おんかわりに見まいらせんとて、そちのみやになん、まいりてはべりし、と語れば、いとよきことにこそあなれ、そのみやは、いとけけしゅうおわしますなるは、昔のようにはえしもあらじなど言えばしかおわしませど、いとけじこをおわしましてまいるやと問わせたもう、まいりはべりと申しはべりつれば、これまいらせよいかが見たもう、とて立ち花の花を取り入れたれば、昔の人のと言われてみる。まいりなん、いかが聞こえさせんとて言えば、言葉に聞こえさせんも、片払い通て、何かは、あだあだしくも、聞こえさせたまわぬを、はかなきことも、と思いて。香るかに、よそうるよりはほととにす、きかばや同じ声やしたると。